多発性硬化症、多発性硬化症、多発性硬化症とは、中枢性脱髄疾患の一つで、神経のミエリン鞘が破壊され、脳、脊髄、視神経などに病変が起こり、多様な神経症状が再発と寛解を繰り返す疾患で、日本では特定疾患に認定されている指定難病である。病名は、神経を包む組織、ミエリン鞘が破壊されて生じる硬化が多数の領域で発生することに由来している。地域にての発生差があり、北米、北欧、オーストラリア南部では人口10万人あたり30から80人ほど罹患しているが、アジアやアフリカでは人口10万人あたり4人以下で罹患率に大きな差があることが特徴である。南米、南欧、オーストラリア北部はその中間である。全体としては高緯度の方が罹患率が高く、日本国内でも北海道と九州では北海道の方が高い。日本での有病率は増加してきており、10万人あたり8から9人、人口あたり約1万2000人程度であることが2006年神経免疫班会議で報告されている。また、発症年齢においても罹患のピークは30歳頃であり、約 80% が50歳までに発症する。また女性に多い。様々な説が唱えられているが、未だ原因は不明である。このうち遺伝、自己免疫、ウイルス、特にエプスタインバールウイルス、EB ウイルスなどの感染の可能性が高いと考えられている。日本をはじめとするアジア地域では、視神経と脊髄を病変の主体とする比較的症状の重い視神経、脊髄型多発性硬化症が多いとされてきたが、2004年に多くの視神経脊髄型多発性硬化症の血液中にこと的な自己抗体が存在することが発見された。その後、この自己抗体はアクアポリン4という水チャンネルを認識することが分かり、容易に測定可能となった。現在、視神経脊髄型多発性硬化症は、欧米の視神経脊髄炎と同一病態と考えられている下記項目も参照のこと。大阪大学微生物病研究所免疫学フロンティア研究センターの研究グループは2015年、自己免疫疾患の全身性エリテマトーデスや多発性硬化症との関わりが知られている EB ウイルスによる自己免疾患発症のメカニズムを分子生物学的に示した。通常、肺中心 B 細胞、成熟段階にある B 細胞の表面に排除する抗原に合わない B 細胞受容体や自分の抗原に反応する B 細胞受容体があれば、その B 細胞はアポトーシスにより排除される。しかし、その肺中心 B 細胞が EB ウイルスに感染すると、EB ウイルスの潜伏感染3型遺伝子の LMP2A がB 細胞受容体シグナルを模倣し、さらに形質細胞、抗体産生細胞への分化を促進する因子、Zbtb20 が出現して、本来はアポトーシスにより排除されるべき、自己反応性 B 細胞が生き残り、B 細胞選択異常、自己反応性受容体などの抗体を出し続ける、形質細胞になる結果、自己免疫疾患が発症するということである。また、クイーンズランド大学医学部の研究者は、多発性硬化症を含む自己免疫疾患の EB ウイルスによる発症メカニズムを仮説の形で2003年、2011年、2012年に発表し、これはペンダーの仮説、ペンダー S ハイポセシスと呼ばれている。このペンダーの仮説は、遺伝等の原因によって EB ウイルスに対する CD8T 細胞、応答に何らかの不全が起き、EB ウイルスに感染した自己反応性の記憶 B 細胞が抗原定時細胞として働き、通常は禁止された自己抗原の T 細胞認識が可能となり、自己免疫応答が生ずるというものである。この仮説は2017年現在でも検証段階であるが、実際に多発性硬化症の患者においては、EB ウイルスに対する T 細胞応答の疲弊が起こっていること、またこの仮説により先ほどのような中枢神経系、コントロールナーバスシステム CNS における直接の EB ウイルスの感染は稀であるというような現象を説明し得るということまで判明してきている。エクセター大学らの研究グループによれば多発性硬化症患者はウェルシュ菌の出すイプシロン毒素に対する抗体を持っている割合が高く、その関連性が指摘されている。以下の4つに分類されることもある。寛解と再発を繰り返す中枢神経系の炎症性脱髄を主として軸索変性を伴う疾患である。病変部位により症状の個人差が大きく、また同じ人でも症状の変化は大きい。中枢神経系脱髄疾患の中で最も多く、炎症、脱髄、クリオーシスを三指腸都市寛解、再燃、進行性の経過をとる。突然健康な若年成人を主として犯す疾患であり、時に発症数週間から数ヶ月間疲労、脱力感、筋痛、関節痛が見られることもある。発症は急激なこともあれば気がつかないまま進行していることもある。初発時の発症様式は脳卒中のように数分から数時間で急激に発症する場合が 20% ほどに見られる。30% で1日から数日間かけて症状が進行し、さらに 20% では数週から数ヶ月間かけて症状が進行る。発症が明らかでないまま徐々に症状が進行し、数ヶ月から数年にかけて慢性、または間欠的に症状が進行するものもある。PPMS。発症の誘因としては何もないことが多いが、誘因として過労、ストレス、感染などが挙げられている。また妊娠中は再発が少なく、出産後に再発することが多い。前具症状がない場合が多いが、時に、頭痛、発熱、感冒様症状、悪心、嘔吐などが 10% 程度に認められる。また過呼吸や動作時などに急に高温障害や失調症、手足のしびれやかゆみなど突発性発作が現れることがある。初発症状は脱髄病巣の部位によって多彩である。神経学的所見では無症状であると考えられた部位にも異常が認められることがある。実際に自覚症状が片側であっても、神経学的所見では両側に異常が認められることもある。四肢のしびれは、初期の MS では 50% ほどに認められる。背下部の鋭い痛みは、病変部位との関連は不明であるがよく認められる。日本では、視力低下が最も多く、上下肢の運動麻痺、四肢形部体感などのしびれ感がこれに次ぐ。発症の状態は1から3日で、神経症状の完成する、急性ないし亜急性が多い。前経過中に出現する頻度は、視力低下や視神経萎縮が多い。MS では、中枢神経障害に基づく症候であればどんなものでも出現しう。欧米に比べると、日本人では、急性横断性脊髄障害の頻度が高く、逆に失調症や、気と心線の頻度は低い。視神経炎が両側に起こり失明に至るような顕著な視力低下を呈する場合には MS よりも視神経髄炎の可能性が高い。MS と診断された後は多くの神経症症候が定期的に生じうる。全身型の MS ではおよそ半分くらいに視神経炎、脳幹、大脳、脊髄障害の症状や兆候が様々な程度呈してくる。30から 40% くらいに四肢に、深部異常感覚や、脊髄性失調が起こる、脊髄型、小脳型、または、円髄鏡小脳型は 5% に、くらいにしか見られない。診断目的の場合は造影 MRI を加えることで、より早期診断ができる可能性がある。無症候性 GD 増強病変と非造影病変が、同時に認められた場合は1回の MRI で時間的多発性の証明ができるようになった。最初の MRI から時期を問わない。フォローアップ MRI にて新規 T 年長病変または GD 増強病変を認めた場合もデッドの証明が可能になった。空間的多発性においても MRI は重要な役割を果たす。脳室周囲、皮質近傍、点とした脊髄の4領域のうち2つ以上の領域において、それぞれ1個以上の T 年長病変を認めれば、空間的多発性を証明したことになる。なお、脳室周囲と皮質近傍に病変ができやすい。MRI の撮影条件としては、点塗上病変は T2I よりもフレア画像の方が優れているが脳幹と基底核の MS 病変はフレアよりも T2I の方が優れている。MS における MEI 上の病変の一つにオボレーションが挙げられる。これは楕円形の病変であり、脳室に対して垂直に存在しドーソン、S フィンガーと呼ばれる。確認するには、フレア画像の四上段が最も適している。病巣の活動性の評価のためしばしば、造影 MRI が施行される。オープンリングサインは MS に比較的特異的とされる。MS の造影病変は4から6週間持続するが、数ヶ月持続することはなく、脳膿瘍や脳腫瘍との鑑別になる。また、造影病変は RRMS で多く見られ、PPMS では少ない。T2Y で高信号を呈する病変の中に T1Y で低信号を示すものがあり、ブラックホールと呼ばれる。視神経炎を疑うときに、環状段 MRI で死亡抑制 T2Y で高信号に視神経が描出されることがある。視神経炎の活動性評価のために死亡抑制 GDT1Y を撮影することもある。MRS もよく用いられる。また MS を疑うときは、脳 MRI だけではなく、全脊髄 MRI も撮影する。神経症状の増悪を認めなくとも、定期的な MRI 撮影が必要である。画像上病変の増加が認められることがある。注意するべきこととして、MRI で異常が認められなくとも、MS の再発は否定できない。髄液検査でも異常が見られないこともあり、症状から再発が強く疑われたときは、画像所見、髄液所見の結果に関係なく、ステロイドパルスを施行するべきという意見もある。特異的な髄液中のマーカーは見つかっていない。髄液細胞数やタンパクは正常なことが多く、上昇しても軽度である。細胞数が極端に多い場合はむしろ他の疾患を考慮する。特に高中級が優位な場合は視神経脊髄炎が検討される。奥鼻やイングインデックスは現在 MS 診断において最も用いられている髄液検査でありそれぞれ髄口内でのイグ産出を質的、量的に評価するものである。欧米の報告では MS の奥鼻陽性率は 95% とされるが日本人では 70% 程度とされ、陰性例の判断にも注意が必要である。奥鼻陽性例は CIS ならば、MS への移行率が高く、MS ならば、障害度の進行が早く予後予測の点でも重要である。MVP の測定もよく行われる。MS では MRI で描出されない潜在性病変の検出に誘発電位検査が有用である。視覚誘発電位、体性感覚誘発電位、運動誘発電位が用いられる。複数の誘発電位検査を組み合わせることで、MS 病変の空間的多発性の証明に役立つ。病形分類評価のためにも以下の抗体測定は必須となっている。中枢性脱髄疾患を臨床上、画像検査上考慮した場合には以下の3つの状態を診断していく。多発性硬化症患者の多くは最初は単一の臨床症状を呈していることが知られており、これをクリニクリアイスレイテッドシンドロームという神経の1箇所以上の部位の炎症性、脱髄病変により引き起こされた24時間以上持続する初回の神経症候であり、通常は1箇所の中枢神経病変であり、視神経炎による右目視力低下などであるが2箇所以の中枢神経病変が同時に起き、視神経炎と肩麻痺が同時に起こることもある。その後、初発時と異なる病変に起因する神経症候が生じ、再発と判断されるとその段階で臨床的に時間的多発性及び空的多発性が確認されたことになり、臨床的に診断確実な MS となる。CIS の時点で1個以上 MS 様病変あれば、長期的には 80% 以上の症例が再発して臨床的に診断確実 MS となる。CIS の時点で全く MS 様病変がない場合は MS への移行は 20% 程度と報告されている。また CIS の時点で脳 MRI の T 年長病変が多いほど発症から20年後に歩行に補助を要するEDOS 6.0 に達する可能性が高くなる。CIS に関しては MS の鑑別疾患に関する国際委員会の分類が有名である。タイプ 5CIS は理という。また、臨床症状ではなく人間ドック等においての頭部 MRI 検査の画像検査で偶然に認めるものをレイデュロジェクリーアイスレイテッドシンドロームという。MS の美容性は発症早期はむしろ活発である。MS の発症早期には臨床症状が比較的軽症であるが病性は高く、治療を遅らせるのは適切ではない。CIS の時点で治療開始が望ましい。慢性進行型になると血液脳関門の破綻が修飾され薬剤が到達しにくくなること、神経変性の要素が病態に加わり、免疫学的治療薬の有効性が乏しくなることから早介入が望まれる。多発性硬化症は臨床照光や MRI によって炎症性脱髄によると判断される病変が時間的多発性、デッド、ディセミナチオンインタイムと空間的多発性を呈する。急性増悪を繰り返す再発寛解型と発症時から急性増悪がなく1年以上にわたり徐々に病状が進行していく一次進行型はマクドナルド基準により MRI 所見や髄液所見を考慮して高い精で早期診断がすることが可能である。RRMS として経過した後に慢性進行型に移行する SPMS はマクドナルド診断基準では定義されていない。診断基準は1954年のアリソンの基準、1965年のシューマッハーの基準、1983年のポザの基準、1988年の旧厚労省の基準、2001年のマクドナルド基準が知られており、マクドナルドの診断基準は2005年と2010年に改定がされているが、現在基本的にこのマクドナルドの診断基準が広く用いられている。マクドナルド基準は初版から変わっていない基本原則が4つあり、1つはマクドナルド基準は中枢神経病変のデッドと DIS を証明するための基準であるということ。発作、増悪、再発には定義がある。それは中枢神経症候が炎症性脱髄によると考えられ、患者の主観的な報告あるいは客観的な観察によるものであり24時間以上持続出度、リラップスや再発でない突発性症候が除外されており、ある発作の発症と次の発作の発症の間隔は30日以上であることが必要である。なお病歴上の神経症状であって、現在はその症状が見られない場合は MRI で、それ関連する病変の有無を検証する必要がある。診断は MS、ポシブル MS、ノン MS となるということである。自然経過から多発性硬化症は以下に大別される。欧米白人では RRMS が80から 90% であり、PPMS が10から 20% を占めるが、日本人では PPMS は 5% 前後である。RRMS と PPMS は治療に対する反応性の違いから異なる疾患とする立場と、長時間の自然経過の観察に基づいて、RRMS も PPMS も同じような年齢で同様な障害度に進行することから、一つの疾患の異なる表現型とする立場がある。EDOS スコアで4に達するまでの期間、進行のスピードは病形によって異なるが、スコア4からスコア6に至る期間は、病形は再発の有無に関係なく一定である。スコア6には、PPMS では49歳、RRMS、SPMS では48歳であり、スコア8に達するのは共に58歳である。MS の障害は年齢に依存し、RRMS では、初回発作からの完全回復率は、高齢者では若年者より優位に低下する。MS の予後不良因子としては、男性、高齢発症、PPMS、初発の運動症候、小脳症候、膀胱直腸障害の存在、再発間隔の短さ、年間再発率の高さ、病初期の再発の多さ、初期からの障害の残存、より多くの神経機能障害、発症5年後の障害度の高さと MRI レション、ロードの多さが挙げられる。視神経脊髄炎はかつて多発性硬化症の亜型、視神経脊髄型として考えられていた疾患であり、特徴として女性に多く、発症年齢が比較的高く、髄液細胞とタンパクの増加が比較的高度であるがオリゴクローナルバンドの陽性率は低い。頭部 MRI 所見が軽微、脊髄 MRI 所見が高度、高カルジオリピン抗体アンポアンカなど、自己抗体の発現頻度が高い。内分泌異常を伴いやすいという特徴がある。検査条項、アキポーリン -4 抗体陽性が特異的で、多発性硬化症では陽性にならない、多発性硬化症よりも失明に至るような、重篤な視神経炎を起こしやすいが、急性期の血小交換療法、血液浄化療法が有効である。このように、多発性硬化症とは異なる特徴が多いことから、現在では別疾患として扱われている。診断基準は、1999年のウィンガーチック基準と2006年改定の同基準が広く用いられている。RRMS の標準的な自然経過をまとめる。MS になりやすい素因は、免疫系が形成される15歳までに獲得される。平均して30歳頃に、臨床的に明らかな初回発作を起こし、再発、寛解を繰り返す。初発時に、すでに複数の潜在的な脳 MEI 病巣を有することが多い。臨床的な発症に先行して潜在的な病巣の形成は多くの患者で生じている。再発は中枢神経系のどこでも生じうる。急性脱髄性炎症に伴う軸索の切断は、早い時期から生じていることが病理学的に証明されている。中枢神経の過疎性や再髄消化により再発は、病初期は回復しやすい。しかし次第に、軸索障害が蓄積することにより再発後に、後遺症を残すようになる。再発頻度は発症後数年が最も高率であり、経過が長くなるにつれ年間再発率は自然に減少する。発症後15から20年の経過で再発がなくても、障害が次第に進行するようになり二次性進行期に入る。二次性進行期では進行性の障害をきたす、病巣は中枢神経のどこでも起きるわけではなく、錐体路の縁異部に生じやすく、形成体麻痺が悪化していく形を取りやすい。次いで小脳が障害され、やすく、小脳性運動失調が次第に増悪する。二次性進行期は、エドス 3.0 レベルからすでに始まっていると考えられている。平均寿命は、一般人と同じ程度か10年ほど短縮する。死亡率も、同年齢の一般人口より3倍程度高いが1950年以降、死亡率の増加は軽減されている。長期予後を改善する、病態修飾薬の登場で、機能予後も改善されつつある。CIS、MS、多発性硬化症、も、視神経脊髄炎の診断の後に、治療としては以下を行っていく。CIS、MS、もにおいて、その後の再発進行予防として、以下の治療を行っていく。長期予後を改善する薬剤という意味で、病態修飾薬と呼び、開発経緯からインターフェロンベータが、初めての DMD で、その後開発に合わせて第1世代 DMD や第2世代 DMD と呼ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。